わ、太郎1個目だ。太郎、太郎でいらっしゃい。コミュニアはマジで広告うざいって言ってる。はい、どうも皆さん、元気でございましょうか。ロジャスブラザーのロジャス翔平と店長がそう申しておりますので、私としては何とも対応しがたいところでございます。はい、店長が申しておりますので、私としては対応しがたいものがございます。はい、よろしくお願いします。名前制限全部入れたみたいな、それで148.4 キロでございます。弟にロジャスブラザーズ知ってるって聞いたら、お持ちの人って言ってた。おーいえー、あのイケメンブラジル兄弟って言いなさい。ブラジル人兄弟と特に弟がイケメンと言いなさい。お世辞。お世辞の王は丁寧語の王だから。お世辞、俺お世辞って言うと思った。こんばんは、明日大学の講義のテストが3つあるけど勉強しないでこっちに来ちゃいました。勉強しろーって言いつつ、お前あれだろ、裏で勉強してるんだろちゃんと。知ってるぞ。そういう頭の悪いやつをね、ちゃんと試験しろよ、ちゃんとテスト合格するよ、しろよ。俺インフルエンザでさ、先生に連絡したのにレポート提出とかされなかったからな。それで単位落としたからな。アホだ。いや、先生、先生だよ、先生、先生の方だよ。でも、リクさんも初見です、どうも。ハルルさん初見です、やべえ、今日も初見が多いぞ、それ。ドンドン、チッチキチーって。お前、チッチキチー言わないとリズム取れへん。ドン、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 チッチキチー。だから、マックのチキチー注文するのやめてもらっていいですか。テレレン、ドン。質問っていつ出るんでしたっけ。今週末ぐらいには撮影しようと思ってます。撮影のだけですぐには出ません。で、あとは編集、僕の編集次第ですね。あと半年待ってください。あと半年待ってください。あ、すいません、2万人いたんですけど、1万人の時のコメント待ってくださいって。ほっそ。やっと放送できました。でも2万人のやつは待ってくださいねって。転職しますって。ゲーム画面見てから左してみるとさ、騙された気分になる。おいおいおい、違うだろ、 VTuber の中身じゃねえよ。そうだよ、俺は VTuber だね。俺自身が VTuber だよ。バイキング YouTuber だよ。戦争じゃん。酒飲まなきゃやってんねえよ。朝起きたら酒だろって。おお、強いぞガスト。ガスト、ララ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 ラ。強いぞガスト。ララ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 ラ。ちゃんと待ち伏せやるんだ。ああ、なんて死ぬ。ラララララララ。ベル太りすぎて歌えない。俺がベルか。デブや。デブがいいね。毎日配信してくれて嬉しいです。リングフィットのデイワンからだとやっぱりお腹が引き締まった感じしますね。でもね、そうだよね、そうだよね、そうなってるね。そうだよね。頑張って。でもさ、本当にさ、あの痩せた実感があるなと思ってるのこと言っていい、ルギー。やだ。じゃあいいや。はい、私はまだまだデブでございました。はい、失礼いたしました。私に人権はございません。はい、豚と同じです。はい、よろしくお願いします。翔平ザ・ドメスティック・ゴリラ。うるせえな。家にいるゴリラ。家庭用ゴリラ。一家に一匹どうですかって。家を守ります。食料はなくなりますけど。翔平イン・イングリッシュ・ファット・イン・ジャパニーズ。今の文明だと、え、ファットイコール俺。それだね。シーターだ。You翔平って言ったら、え、俺撮ってんのかってなっちゃうだろ。いや、これマジ翔平。回線マジ翔平。おかしいな。マジ容量翔平なんだけど。活用系見出すな。お箸翔平すぎて試せないんだけどって。何それ、どんな箸で。上がらない。箸一本でこんな重いのかって。男、男。ではもうすぐバレンタインですね。ところで翔平さん、バレンタインのまだ予定を聞いてるわけじゃない。なんだ、コスプレは何をするんですか。コウコブタもやってるのか、かわいいデブリちゃん。尻尾みたいな、なんて言うんだろう、もうみんなコブタって言うんだよ。クソやろ。なんかイベントあることなら俺は着なきゃいけないのか。怖くない。お腹にさ、手と足つけてさ、M&M's の顔つければ。こうだろ、こうだろ、こうやって。そうそう。こうすんのか。こうすんのか。なんじゃそりゃ。足いらねえわ、だって足ついてるもん。あ、そうか。足ないか。
魔人ブーでいいやんって。いやそれ全然バレンタイン関係ねえし。いやむしろ魔人ブーをバレンタインデーにこう寄せていくしかないんでしょ。いくら魔人ブーはどこまで行ってもドラゴンボールなの。俺のくだらないコメント読んでてありがとうございます。高校に行っても大丈夫で逃げれてもやってくれる翔平のサビ曲一回ひろゆきのこのポーズどっちかやってくれる。どのポーズ。どっちも聞けちゃった。マジで怖かった。まだいてんだよあそこがよ。わかるか。いつやりたいの。知らねえよ。俺は来てよ。なんかアップストアで取り替えてこいよ。見積もりしなきゃ。こちらのパーツはもともと自主生産されているものでして、お取り寄せ等できないんですが。そこをどうかお願いします。あーそうですね、闇のブローカーを通せば多分いけるかもしれないですね。ヘビーブローカー用意してくれないと。すいません、マックに行ったきり帰ってきません。マックに住み着く座敷わらし的な立ち前になってしまいました。あそこに椅子があると思うんですけど、あれがそうです。椅子じゃねえか。違うじゃん。そこに着きすぎて、癒着して、どうかしちゃった。そう、椅子。ここに座るとたまに聞こえる。僕の声。君ならヘビー級チャンピオンになれる。冷蔵庫からマヨネーズを取る感じでパンチをもっとスマートに打ってみなさい。それさ、0.5 秒でできちゃうからさ。ハイスピードカメラでも追えない。ある意味置いてるわそれは。全然置いてるよ。これで 0.5 秒だ。じゃあ君が仕事に行くまでの長さは1 years later 2 years later ああ落ちたのかか。1メートルに3年さあなっけ。10メートル先になるトイレまで10秒。会社の方向向くだけで遅くなるから。これこそ真の社会不規定を見てって言えねえ。ごめんラード強すぎた。レバーは食べ物を食うと言われるが、それは違う。食べ物が俺たちを呼ぶんだバイファーって。それも違う。何俺が生成してるんだ。にゃんにゃん。もぎもぎフルーツ。もぎもぎ持っとったやつは、あビッグマックだ。俺が死んだらみんな食料困難でぶっ倒れちまうぜ。お前ユニセフ行けよ。あの人たちはダメなんだ。あなたたちはね、見境なく、ね、うわ食いたくねえって。あれトビーさん来てたわ、いらっしゃいませ。えミスタマリモンドの。マネさん初見です。ミスタマリモンドの。トビーじゃねえ、トビー。ミスタマリモンドの。坂倉ミントのコメント持っとんだけどさ、めちゃくちゃ普通のこと書いてんだよな。ボルデモート普通のこと言ってんの。坂倉ミントをボルデモートって聞き間違える。え、坂倉ミントとボルデモート間違えるけど、うん、坂倉ミントとボルデモート。うん、今お前がってことだよそれ。俺、じゃあ俺一つの名前がどうと坂倉ミントボルデモートって坂倉ミントのコメント持っとんだけどさ、坂倉ミントのコメント持っとんだけどさ、坂倉ミントのコメント持っとんだけどさ、意味があるんやマジで。違う、今のは違う。お前が言ったことを俺復唱して、あ、こういう名前の人がいるんだなと思ったんだよ、わかる。俺はの配信見てるんだよ。それで俺がバカ呼ばれとか耳悪いとか言われたらね、頭に脂肪詰まってんのって。脂肪は詰まってるよ。のみそ詰まんねえよ。のみそがねえよ。のみそなんてケツが出したわ。ハム太郎さんどうも、眠いです。寝たら痩せますか。痩せますよ、1日20時間寝たら痩せます。あーありえる、一緒に寝ようぜ。俺そういうのすっからさ。あ、ないってうるさ。あれ隣のデブ寝たかなってチラって見たらまず目が出るけど。一回に一台ドメスティックゴリラ。隣で鼻息立てるよ。絶対裏切らない、唯一の味方。バナナくれんねとたまに殴るよ。タッチはある。あのドラゴンボールの16号ぐらい殴るよ。結構いくな。今日のご飯なんだろうね。言ったよ。畳？今日のご飯なんだっけ。野菜炒め。で確かに俺も聞いたんだけどさ、お前畳って言った今。畳って言った。軽くスルーしたけど。掘り返すな。だってコメント欄で来てんだもん、指摘が。つまんねえボケをさ、掘り返すな。あんま見えたらなんか赤面してるもんね。だってみんなは反応してるからさ、拾うほかないやもん。拾うな拾うな。熱い。あーこれ懐かしい。懐かしい。言えてる。くそつまん
ーに重ねるなよ。今日やべえな。今さら何が恥ずかしいんだいって。確かにそうだな。 YouTube にこうデモさらしてるんだ。私はさらしく次のオズモーターズの動画はいつ上がりますか。今違う動画編集してるんですけど、パソコンがなんか死んでます。今日4回ブラックアウトした。お前の目の前が死んでる。気絶気絶、それは死んでるし、気絶気絶、それは死んでるし。体育会系看護学。なんだそれ。心臓マッサージの鬼です。片指できます。ポンポンドンドンドン。俺あれですよ、大丈夫ですか、これ叩いた瞬間にバキ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 で心臓マッサージします。ドン。これで飛びます。147.8キロ。ロックリーみたいに膝のサポート外してよ。ロックリー敵が悪すぎる。ガールがもう恋してる。よーし、早く受けるぞ。ブーガーラの砂についていけるわけが。一歩目で膝痛めるからな。プチュンパー。1メートル6個に半年かかるからな。これまだ話に流れてるじゃない。知ってるよ。ほら、早く待ってろ待ってろ待てって、焦らすな。待てって分かってんだよ。俺リンク貼っちゃうけど、それならもう、まあ、待てってもう。来ただろ。もう押してないよまだ。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ？